おはようございます。今日も朝から寒いな。何するかなって迷ったんだけど、とりあえず昼飯食うまでは、セブンデイズやろうかなと思います。なんか縛りがあるかとか、なんか企画があるかとか、一切まだ何もないんだけど、通常営業の、難易度とかも何もいじってないやつで、ノーマル版でやっていこうと思います。やー、昨日もね、前回も同じ話したんだけど、どういう縛りっていうか、どういうプレイにしようかな。目標と、あれを決めないといかんからな。今回はこういう設定で、みたいなね。例えば、難易度は、変えない方向で行きたいから、狂気とかじゃなくてね、ゾンビだけ増やすか、報道の時の。あと、報道をこう、7日じゃなくて3日に1回来るとかにするとかね。いい方法が、いい縛りがないかなってずっと考えてんだけど、なかなか思いつかんね。とりあえずやるか。よいしょ。来たね。ゲームを続ける。サービス、これか。でも久々にこれやると、ちょっと怖い、ホラーゲームだなっていうのを思い出した。音がね、やっぱね、怖いな。怖いというか、どこにいるかわからん。ゾンビが声がしてから。俺ね、めっちゃやってる時毎日やってたから、もう慣れちゃってたんだよな。感覚が。なんか戻った。俺、間空くと、いろいろ忘れるから、また新鮮な気持ちでできるわ。ベータ版やけん、いろいろ、なんていうのかな。まだ、良くなる余地が、改善の余地があると思うんだけどな。いかんせんもう10年経ってるから、それがいつ来るかっていうのと、やる気があるのかっていうのがあるよな。なんなら、よその会社が、この設定パクって、よりいいゾンビサバイバルゲームを作ってくれたらな、俺もそっちにバリバリやんだけどな。だから似たようなゲームが何個か出そうな時代もあったけど、結局、セブンデイズの方が面白いんだよな。だから量産されがちだよな。サバイバルオープンゲームみたいな。ナイチンゲールみたいなのが最近出てたけど、俺配信ちょっと見に行ったんやけどね。なんかちょっと世界観が独特というか、今までにない感じはあったけど、あれどうなんだろうな。ちょっと、セブンデイズのなんか、アイテムの置き方とか、その装備の仕方とか、似たようなやついっぱいあるけど、パクリじゃないんだけど、やっぱちょっと似てたよな。あれがちょっと気になったわ。あとは、いつやったかな？ 4 月か5月か、ワンスヒューマンが来るけん、それがちょっとどんだけ面白いかが、鍵かな。よし、頑張るぞ。頑張らんでいいな。
よいしょ。相変わらずロードが長げ。このゲームの唯一の、唯一か 唯一の弱点か。これが。こういう間の時間はなんか動画流すべきかな。始まるか。あ、あれは流してなかったね、曲を。じゃあ行きますか。前回あれ整理したのに戻ってない？ああそういうことか。オッケーオッケー。これパルワールドの影響で操作が忘れちゃったな。この直す操作。いいよいいよ。いいよ。アンプファイアフト。まだ全然武器とか集まってないんだよな。これ燃えそうだよな、段ボールの上に。段ボールの上にキャンプファイヤーまずいか。木をちょっと入れてと。で、どうしたら入るか。あ、ちげえんだよなは。全部この段ボールに入れるか。あれなんかもな、これ。ああ段ボールじゃ、ここに入れるか。ここぶっ壊れてんのか。夜こっちは緊急避難場所。ボロボロだな。あとで補強しとか。うわ、音出しちゃダメ。
録しよっか。あんま音出すとな、ゾンビが来ちゃうから。普通の部屋に変えていこう。アフラマずっとおかえり。おう、ただいま。私は帰ってきた。いや、次何しようかなって今考えてんだよな。企画というか目標がいるから。飽きちゃうからな、目標を決めないと。どうしようかな。またセブンデイズのやる気が復活したから戻ってまいりました。飯火を入れる。リハビリだ言うて、ちょっとやったらもうすぐ忘れるから俺もうすぐ忘れるからな。いつ常に初陣やんけん。新鮮な気持ちで狂気最高速でティアロック刑務所制廃校無理無理めちゃめちゃきついやん。全裸。あー、そうか、アフラさん全裸でやってるもんな。最高速あれすごいな、マジで。俺もやり、まあ。アフラマずっと普通の難易度やで。いやー、それを普通と言えるのがすごいな。あと直そう。ちゃんと開けよっか。これは草か。アフラマずっと狂気最高速ではない。狂気最高速ではない。裸あとあれもそのボードのゾンビの数とかもやな、いじれるとしたら。いっす、入れとくか。あとは車もいるな。車ずっとフォードは拠点でどうにもなるからな。そっか、俺はこれ普通に久々の世界を楽しんでるから、別にそのなんかしようっていう縛りをしようっていうのはまだ考えてないんだけど、次やる時にね、そのこれとはまた別の、最初からやるときに目標を立ててから始めたいから、それを今考えてたんだけど、昨日もそういう風に枠取ってね考えてたけど、あれだな、煮詰めないかんねえって言って。これなんかそのスーパーマーケットのお店縛りみたいなのしたいんだけどな。お店縛りというか、なんて言ったらいいのかな、ゾンビ映画でよくあんじゃん、店にこもるみたいな。この間も話したけど、それをしたいんだよな。基本ブロックはもう補強だけで、これを使って建築ブロック使って新たに作るのは禁止みたいな。お店にこもるみたいな。こんなもんか。整理した？あと車で分けるか。あ、鉄と金属と炭鉱物と車だな。こんなもんか。アフラマずっとあとはモッドかな。モッドやな。基本的に大型モッドはどうなんだろうな。今回ね、その俺の中ではその
誰でも参加できる、初めてやる人でもいける感じでいきたいから、もっと入れるとやっぱな、限られてくるからな、もっと入れてないって人もいるから、俺みたいに苦手な人とかもいるやろうからな、このもっと入れる作業が苦手。ずっとモッドによる。そうやな、ちっちゃいモッドなら俺が入れとけばできるけんな。あれでもいいな、なんだっけ、あの公式、あーこれちょっと違うんやな、角度見せればいいか、形状コピー、回転をコピー、いやこれ違うんだ、あ違うブロック入れんといいか、違うな、じゃあこっちの方と一緒か、あ上か、上のやつ一緒に、ちゃんとしたい家に戻そう、掃除しよう、掃除、夜の間は高瓶とかダメ、良くない、あこのデッドとかやばいなこれじゃあお客を招き入れることはできません、この家には。もう窓つけねえといかん、落ちちゃったか、さすがに音でかすぎたか、どこいる、あ上に来てた、懐かしいな、置いとくか、いらんか、あ俺槍作ってないっけ、槍作るか、ドア、てんててん、アフト、普通の家にして、あれこれドアの枠があるのか、あ家の中をきれいにしよう、こんなスパイクとかね、家にあってもお客さんが来ないから招き入れないと、穴が、あとで木切ってこないからね、
方言もちゃんとな確保しねえ。やべ、木がない、壊せに壊すか。なんもでいいな、これはいいな。夜でも行っていいんだけどな。袋とかやべえもんが消して、クリーンな家をね作っていかねえと。あー、こっちここがつながってんのか。牢屋がやべえなこれ、印象が悪い。朝開けるけん準備すっか。リフォーム作業はね夜だけ。もっと綺麗な家にしないとな、お客が呼べない。水はあるな。水はあるけど、石がないのか。割れ肉でも食うか。あ、まだそうか、コーヒー作れないんだな。あのせい食うかも。足怪我してるから、こういうのもちゃんと直そうか。普通の生活をするなら怪我したら直さないかん。当たり前だ。出したら直す。アロエクリーム、アロエクリーム持ってないだろうな。ああ、ないね。じゃないか。サンドイッチ食べるか。開けたんで、開けますか。
手がない。火取りながらウエスト行くわ。1日目1個もクエストやってないよ。マジでチルだな。今まで縛りとかしてた時、クエストどんどん回せ回せってやって時間に追われてたからな。たまにはこういう風にゆっくりやるのも悪くないな。アレチオンリーの時とかな、もう、1日目である、ある程度のことやらないと、夜になったら死ぬからな。車いいね。ロコシ。本もちゃんと回収。ソギめっちゃいる。うん。まあ、生きていくので、精一杯なんや。当たんね。やべ、罠か。やるな。ウサギを餌に、人間をおびき寄せるという、ゾンビ側の高度な罠だったか。さすが悪党。とかも集めないかんね。一発でしないんだよな、こいつら。ナイフ作るか。ない。あ、おなきだね。弓作っちゃった。TR。して。次。コンボは卒業しようか。コンボを卒業して、ナイフここ入れて、なもんか。いますかね。あっこうや。とか出血ダメージでナイフがいいかもな。今ってウォーキングデッドってまだ続いてんのかな。俺もうだいぶ見てないんだけどさ。あれもう設定がさ、もう、あれの続きを作るっていうのでなんか大変そうというか、一回打ち切ってさ、また別のゾンビ映画を最初から作ってくれんかな。海外ドラマって何でもそうだけど、設定が、シーズンが進むにつれてさ、設定が煮詰まるごとになんか身動きが取れんというか、ニッチな方向に行きがちやけんさ、またもう一回リセットして、別の俳優陣とか、別の設定でね、場面でやってほしいな、舞台か。まあでもお金かかってっからな。無理か。人気シリーズってことでもう、ファンがついちゃってるから、冒険はできんかもな。やっぱ日本映画よりもやっぱ、ねえ、あっちの方がやっぱ金かけれるから、面白い映画できるんだよな。日本のゾンビ映画とかも結構あったけどさ。
設定面白くしてもやっぱお金のかかり具合でどうしてもちょっとしょぼく見えちゃうからな。ウォーキングデッドの1話2話とかのアトランタのさ戦車の下に潜ってゾンビの集団に囲まれてとか、あれすごいよな。あれでちょっと引き込まれたもんな、正直。どこ殴ってる？外にいるのか。やめてね。痛い痛い痛い。これ地雷に見えるけど、さすがに違うか。ここにいるだろ、もう一匹。あれいない。あ、水。あら、もういっぱいか。おお、早いな。やべべ、おけつのマークが出ちゃった。下痢になっちゃった。いきなり当たったが、この腐ったサンドイッチ食ったせいで。やらかしたな。はい、なんか。え、ここにいるやろ。やべ、やっぱファームゲー面白い。ただこうやってただファームしてるだけで面白いわ。全部使うかっていうと全部使わないもんな。こんな集めても最終的に。ただその集める作業が好きと言っても過言ではない。奥に2匹ぐらいいたの、ここ。あと1匹ぐらいいるやろ。おや。知らないね。回収。ラッキーな略奪。カーマー、よっか。まだ銃の類が一個も出てきてないのが、運がないな。
なんとかいらんかな。出てこっか。あ、キリンソーから。料理だなぁ。料理が。欲しいね。おっ。おいしゅ。全部入れちゃいるからな。アイテムの取捨選択も忘れちゃったな。お、狩猟ナイフいいです。外にいるぞ。この外にゾンビがいるときってね、ゾンビの声がずっとするからどこにいるか分かんなくなるんだよな。クエストを進める上でこう、あ、ここに結構あるわ。中にいるゾンビなのか外にいるゾンビなのか分かんなくなるから、いって。タイヤとか殴ったらタイヤ出たっけ。タイヤ結構集めねえとな。ねえ、出ねえわ。種はまあいいか。まだ農業を始めないからな。もうちょい先やし。荷物になっちゃうから。種類はやめとこっか。カツオ君の名前はトム・クラーク。2匹かな。当たんね。ビビってあと1個が足りんか。でも実際こんなさ、その、まあ、ゾンビだけじゃなくてこうナイフ使う戦い一発ですぐナイフ悪くなりそうだよな、血のりでな。ダリーのハリウッド、あっちのね、アメリカ人なんかさ日本刀好きやけん、日本刀キャラとかが厚さばさ切っていってさ、血のりをシャッて落としたりしてるけど、ああいうのもすぐ切れなくなるんだろうな。ミシェーンか、あのウォーキングデッドのあれとかめっちゃ切ってるもんな。
よし。クエスト終わったよね。オッケー、帰ろう。車。いいね、この歩きで行く感じが懐かしい。いやクマがいねえっていうのはいいな。とか、あ、いった。この切り札を、切り札じゃない、切り株を殴ると1割の確率で蜂蜜。あー、出ねえか。綺麗な手入れしてんな、木の等間隔で置いてる感じが。家帰って荷物置いてからまた行くか。いいよ。Well, that didn't take long. ダクトテープだな。手に今ダクトテープがいるわ。何か仕事行こうか。いるもの。大丈夫か。It's too bad I couldn't help you. Well, maybe next time. 回収。We're all thanks, son. I knew you wouldn't let me down. もう下痢してんだよな。アキリン草買えばよかったかな。お腹が PP なんすよね。このお尻のマークっていうのがすごいよな。しかもこのうんちもこう書いてるから許されんぞ日本なら。こんなもん分かりやすいけどな。下痢してるっていうのか、お腹壊してるっていうのか。あれ。物を本当集めてるっていうのがいいよな。たまらん、こういう感じ。いや、いまだに銃が出ないな。なんでこんな出ねえんだろう。アクトテープ、なんだっけ、コントロールだっけ。あ、これもパルワールドシステムに慣れちゃったから。はい、
何でもかんでもパルワールドのせいにしたらいかんな。イエーイ。もう一回いきますか。ちょっと遠いか。あんまり立地良くないか、ここら辺。もっとでかい町に移ってもいいな。自転車とりあえず取るまで、クエスト1をね、クリアしたら、ティア1か。ティア1のクエ全部終わったら、全部というか、ティア1じゃなくて、ティア2に上がった時に、景品で出てくるから、自転車が。それ取ったら、引っ越すのもありやな。荒れ地だとこうやってキョロキョロ見ねえと、普通に歩いてたらクマに殺されるからな、一撃で。ガソリンスタンドは、ああ、今、まだあれがないんだ。解体系ツールがないから、炭鉱が手に入るからな。早く、解体系ツールを手に入れねえとな。まあでもあんまり早くやってもあれだけどな。出たらいいなぐらいで。俺も初めてやった時、このゲームマジで何すればいいか分かんなかったもんな。左から来てる。スタミナは、スタミナ管理がな。これ体調悪いからあれか、スタミナの消費が回復が遅いんだ。まだいるな。ちょっと待って、当たってから。おお、なんかすげえな。どうやったらあんな壊れ方すんのか。ミサイルとか撃ち込まれないと無理だろ。あ、ちょっといるわ、奥にいる。なんだこの、どこでから落としてんだ。崩壊チャーチいる。どこだこれ、上から来そうやな。ここですか。これずっとさ、なんだろう、女医さんかと思ったけど、研究員なんだな。白衣って時点でもう医者ってなってたな。研究員か。やばい。
焼けた、焦げたゾンビ。あ、なんかもね。あ、なんか。あ、ここスパイダーがいるとこか。ふぅ、やるか。入り口を隠しとこう。なんだよな。スタミナが。スタミナが。まあいいや。あれ、スパイダーいねえ。ちょっとか。いっぱいになっちゃったな。あー、できますか。一周なんでね。あ、やべ、当たってね。ここいたか。あ、いいや。Tシャツ。タンクトップ。タンクトップの方がいいな。詰まっちゃったな。水。重たいか。
まずはカツオ。ヘッドショット狙うと当たんねえな。こんぐらい？点差があるから。回収と。補給品も回収。もう一人いるな。OK。銃の類がマジで出ねえ。くれってこと？でもいらんけどな。周りの車をか、なんか回収しよっか。今何時？帰って、あ、もう一周行けるかなぐらいか。あ、夜でも行っていいんだけどな、本当はな。取らして。よし。題名つけるかな、この普通にある今回の全速力、全力疾走とか3回死んだらとかつけたけど、わかりやすく、いけるか。なんかいい、タイトルねえかな。あ、これ撮ってなかったな。撮ってんのか。帰ろ。あれ出なかったね。解体ツール。重たいな。あ、ちょっとこれ、いっぱいだな。しょうがない。こういう時は道端に箱作って入れときゃいいんだよ。よく通る道とかに。ただ場所が分かんなくなる可能性があるから、そこだけ注意かな。一番簡単なのは絶対によるこのトレーナーハウスの前に置けば分かりやすいか。あんま、建物の敷地内に置いちゃうと、そこが、クエストとかになっちゃうと、クエストを発注した時に、中身がなくなっちゃうとか、持っちゃうから、それだけ注意やね。置いとこう。Don't spend it all in one place. Eh, I'm sure it's here.
英語はありますか？多いなぁ。来週。Like you could handle. Hurry back soon, and I'll have a nice reward for you. 一気に帰らんで、ここに一回アイテム直してから歩くしていこうか。一回全部入れて、全部入んねえのか。そっか、全部入んねえか。ってやつだけ持っていけばいいか。そっか。ここにいるもんは他にない。ないな。あ、チーズ。うん、こんなもんだろう。よし、じゃあ、連続で。息切っとかんとな。あ、まだ。斧とかのレベルが弱すぎる。なんかいいのかな、拾えばいいんだけど。郵便受けはちゃんとチェックすべし。本があるから。面白いゲームやし、安いからな。やってほしいよな、やったことない人。損してるよ、こんないいゲーム。やったことない人。ゲーマーの人は。まあ、古のゲームやけん、一回やったことあるって人が多いだろうな。まあ、刺さんなかったら、刺さらんか。俺は、ドストライクだったけど。やりすぎると飽きる。何のゲームでもな。だからちょっと離れると、また新鮮な気持ちになって、やれる。ここでいるんだよな。これ難易度、そうやけんいいけど、狂気なら、なんか、時々ね、上に上がったらその、めっちゃ足は速いゾンビとかがわーって来て、一撃でやられちゃうから。上がるときマジ気をつけねえとな。登るより怖いね。ここが前の逃走術があればだけど、あとは、ないっけ。後ろにいた。ああ、下か、這いずりか。前に入んなかったな。怖い怖い、こういうの怖い。規格外からの攻撃に一番弱いからな。初めの一歩であったわ。規格外の一撃は耐えられないみたいな。
これがいいな。こんなもんか。他にもな、もう、網にした方がいいかもな。外にいるな。ここにもいるんで、ああいいやん、防備か、これエルゴグリップに見えたけど、ああやっと銃が出ましたね。初めての銃は、パイプライフル。ああ、微妙。ライフルもね、悪くないけど、使えるかっていうと、ああ、俺は苦手なんだよ。7ミリ持ってたっけ ?7 ミリ。ないな。じゃあいいか。あと一周。ごめんね、ちょっと、くしゃみが。あ、じゃあもう一周しますと。左にいる。出て。寒いな。なんかムズムズする。頼むわ。オッケー。続き。動きが阻害されています。重たいね。入れていくか、この中に。重たいから。やべ、お客さんが来たら、ちょっと待ってな、対応してるから。はい、やべ、待ちった。この車の中に入れてるの忘れないよ。もう来た来た来た。このゾンビの位置によってね、登った時にもういきなり先制攻撃されるパターン多いんだよな。だから体力がない時とかね、死んじゃうから。普通のゾンビならいいけど、フェラルゾンビとか、特殊ゾンビとかがいる時とかもあるからな。ちょっと注意すべき点。この、服入れるとこ。ここにもいるときといないときが、今回いないか。気づかれちゃったか。あ、来た来た。
結構射程が長い武器ならこれこの射程を保っていれば普通のゾンビなら死ぬことはないからな。ナイフだと近いからな、射程が。ただ失血ダメージがあるけん。強いんだよな。具体的にもダメージが通るというか。いるな。いった。こういうミスが起こりうる。こういうのね。油断しすぎかもな俺。うまい人とかティア1のクエ一回も攻撃当たらんとか普通にあるから。ザラにプロとやっぱ違うな。ルーベリーパイピストルか。まあないよりマシか。出れないな。あ、俺もこれまたイカみたいなヒゲの会いたいな。これキャラクターイカヒゲおじいさんばっかやけん。バカバカだし。スキルあるな。に、パルクールにでカット上げるか。いや、このどっちだっけ。奇襲か。奇襲上げよっか。奇襲テレスト奇襲攻撃。ああ、これ1個上げとこう。あんみつでいくか、それともあってアーマーつけてショットガンでボンボン積んでいくかは好みにもよるんだろうけど、あ、効率がいいのはショットガンだな。これは弓が好きだから隠密でいくけど、隠密は遅いよね。効率は悪い。ただそっちの方がなんかゾンビを怖がりながらいけるから俺はそれの方が好きか。もうね、ゾンビなんかへっちゃらさって感じのプレイも面白いけど怯えながら進みたいんだよな。あ、もう夕方か。早いもんや。リフォームの時間やな。戻れるか帰り。重っ。雨が降ってきちゃった。パトカーは開けるのに鍵がいるのか、鍵をロックピックで上げるか、ぶっ壊してサイレン鳴らして開けるかなんやけど、サイレンが鳴ると周りに敵が湧くから気をつけてやらないと。特に夜とかやっちゃうと死の確率が上がっちゃうね。まあ雑誌か。英語と一緒。This is a dangerous one. Try not to,
get radiated. これ全然入んねえな。You know, a few things turned up missing the other day. あ、これあるやん。ステロイド打っときゃしばらく重さを感じずにパパッと変え、あ、しもた。車の中にアイテム入れっぱなしだ。そしてどこの場所か分かんなくなった。オーマイガー、オーマイガー。俺どこ漁ったっけ。この辺やったっけ。しもた。時間が遅いし諦めるか。あー、もったいねえな。あんだけ言ったのに忘れるから、忘れないようにしなきゃねえって帰るときに言ったのに忘れてたな。これなんよな、脳細胞がもう腐ってるわ。ああ、だいね、夜取り行くか、こっそり。あと14分で夜だけ取り行くか、せっかくやしな。これじゃね、ここじゃねえよ。夜なっちったな。本入れる。はい、まず作っていこう。ここはトレーダーハウスで、どっちから帰ってきたかな。ここら辺やったっけ。ここっぽいな。どっちかだな、多分。行ってみるか。死んだら死んだで夜の散歩行こう。夜はゾンビ早いから、こういう
家の真ん中行くと危ないから。あっこにいるな。見つかった。やべえ、いけねえ。あ、でも思い出したな、ここあったな。合ってるわ、こっちで。ぴょん。ヘビがいる。あそこいるわ。あれ？こっちじゃないっけ？覚えてないな。ちょっと自信がないけど。あったあった。近っ。終わった。いや、よくない。あ、でブロック置けば。対処できるっけ。そんな大したもんなかったな。よし、ついでに行くか。クエスト。夜のクエスト。クリアできなかった、ごめん。久しぶり行くな。あいつ動き早いからな、夜。残忍、フェラルいるわ。フェラルは死ぬ、普通に。パワーアップゾンビみたいなもんか、フェラル。目が赤いんだよな、赤いというか光ってる。おっ、なんで当たった。当たらんか。ダメか。フェイム、あれがない、エイム能力がないな。あ、これフェラルだ。残忍だって書いてるやん。あれはフェラルなんよ。気をつけねえと死ぬ。足場を作っとけばね。血取ったから左下の目のマークの横の数字が高ければ高いほどバレてるって話になるから、一回点滅してから漁ろっか。修理して。あ、ミュートになってるかと思ったけど、ミュートなってないよな。時々ね、興奮しすぎて、俺の顔が、マイクに当たってミュートになるから、しばらく黙ってたりしてたら教えてほしい。奥にもう一匹いるな。
か落ちてくるんじゃなかったかな。上にいんだよな俺。いや下にいたわ。終わり？あさろっか。前ここ当たった時、あの変異ゾンビが、ヘラル変異ゾンビが奥から出てきてびっくりして逃げようとしたけど満パンで殺されたんだよな。いい思い出や。理不尽なこの威力 してんだよな。難易度上げたりすると。本当に怯えながら一撃も食らっちゃいかんぐらいの勢いでやってたから、それでも食らうんやけどな俺、下手くそやけん。だからなかなか進まんで、これぐらいの難易度だとサクサク進むけん、こっちがいいな。いい空だな。ああ、何匹いるか。奥に隠れてると思うけど。ああ、やべ。普通にいたわ。足が速いからな、こいつら。鳥だ。うぜ。このゲームで一番うざい敵と言っても過言じゃないかもしれん。ハゲワシ、まあ、犬クマ、それにこれぐらいか。動物は厄介なんだよな。ライオンもそうやけど、あ、こっちの方がいいな。こっちの方がいいだろう。もっといい足装備来たらそっちに変えるか。ロボット砲台来た。レベル1だけど。電球も来たね。これで電気を引けば、光源が。あ、ショットガンも来たな。そうだね。銃俺持ってたんだ。なんか、俺いつも銃縛りとか、やってるから、なんか普通に弓矢に頼っちゃうんだよ。弓矢作るか。あ、材料は足りに、レベル3作れる。お、なんか重たかったな今。ああ、フェラルだ。目が光ってるやろ、これ。あれが、これがフェラル。残忍なアリン。アーリン。残忍ながフェラルなんだよ。やべ。危ない危ない。危ない危ない。ミスったな。やべ。あと一匹。あと一匹。サミナがね。危ない危ない。よし、こきすぎた。ごめん。危ねえ。
やべえ、観光客が勝てんすよ。早くで殺すか。カメラ回復して、うお、やべ、まずいな、まずい、若干まずいか。ニューチャレンジャー重て、やべ、フェラルがいる、やべやべ、これまずい、荷物重たいな、まずいまずい、これはまずい、これまずいな、一回落ち着こう、チル、やべ、これね、逃げてると敵がどんどん増えんだよな。やべ、重たくて動けねえ。当たんねえ。スタミナが。巻くか。これか、銃をぶっ放す。ただ銃ぶっ放すと集まってきちゃうんだよな。ないと思っか。いやー、ちょっと焦ったな。舐めたらあかん。ブナーリン、うん、待ってな、ちょっと重いや。あー、あ、いっか、弓矢が、矢がない。暗いな。早くヘッドライト手に入れねえと。あ、でもこの暗さが。いいんだよね。奥にまだいる？いない。うい、や、たまにあると怖いよな、このゲーム。アサリに夢中になると外からも来るから。これガラス張りやけん、普通にガラス割って入ってくるから怖いな。閉めても意味ないけど。あ、朝、よし、今回はリフォーム作業できなかったな。なんで難易度、通常のねやつでも夜になるとこうやって事故る可能性が、ペラルとか混じってくると事故るから、あんまり死にたくないと、まあ、みんな死にたくないと思うけど、何回も死んでも平気、へっちゃらさっていうプレイの人は夜もどんどん行ってもいいし、上手い人はね夜でも行けるんだけど、俺みたいに死ぬプレイヤーはで、あんまりその
なるべく死にたくない人は、あれかもな。やべ、バレたな。この、いいね、この、ライトの照らされる感じが。怖い。もう終わり？外にいるな、これ。今思ったけど、この外、見てなかったな、さっき。ライトが欲しい。ほいほいほい。ショットガンの練習でもするか。あんまり使ったことないから。あ、3バトン。紙武器。どうしよっか。槍も使うから。配置を、どうすっかな。ライフル直すか。あ、なんか外めっちゃ いない？もしかして。開けてみるか。感電しねえとあんま強くねえんだけどな。奥にいるやろ、確か。いなかったっけ。あれ、いない。このトラックの中ってゾンビが隠れてるイメージがあるんだけど、この横とかにいない、この箱の横。いないか。あ、また出た、スタート。重たい。整理できない男なんだよな、俺は。すげえリロードが時間かかるな。レベル上がったか。あとポケット来たけん、つけとこっか。あべべ。あ。はい、松戸。
終わりか。よし、帰りますか。やっぱ夜は大変やったな。回収ツール売ってたら買うか。トレーダーハウス出ないな。セブンディーグのあるあるなんだけど、欲しいアイテム、欲しい武器、欲しいツールをその店で買うと、次の探索の時に見つかるんだよな。なんやろうな、なんかそういう仕組まれてんのか、プログラム的に。よくあるんだよな。弓矢がちょっと少ねえな。あ、弓矢作ろっか。ベルさん。お。アップグレードして。石穴とかもアップグレードできんか。できる。で、アイズ。揚げ和紙、揚げ和紙に対してプラス10、 X10 ってもっと当てになんねえんだよな。木材もらおっか。木材もろて、一層でもやるか。近い。ちょっと置いていこっか。また忘れないように。入れて、入れて、必要なやつだけ、入れていこう。キリン。なもん？今持ってかな。今持っていくか。飯食う。よし。では行きますか。次は、一層クエ。ゾンビがちょっと多めに出てくるクエ。あ。あ、ガソスターだな、これ。じゃあそんな難しくないぞ。あ、そうするとちっちゃいから、一層食えちっても高が知れてるから、大きな建物だといっぱい出てくんだよな。一回漁るか。邪魔します。スキル上げよう。
あ、ごめん。俺が想像しとったガソリンスタンドじゃなかった。これ結構広いぞ。なんかきついはないけど、大変かも。めんどくさいかもな。パーティー奥か。あとピューはいなかったっけ。あか。あれいる。よし、お、まだいるわ。外もあるかな。いや、やっぱゾンビセブンデイズはほんとチル配信だな。ジビルさん、はい、全開放。そうか、3月3日。やべ、激アツイベントやん激アツイベントの日だったっけ。あ、でもやめよ、お金もったいないし。ゲームやってる方がゲーム代はかかるけど安く済むし、負けてイライラしなくしていいからな。サボテンマンさんもセブンデイズやっとるね。あー、もう一周かな。いきますか。もう一周。買いたいスパナが、ベンチがあれば。スパナじゃ無理だ。ベンチがあればな。81% はすごいな。ちらつく電気は目に良くない。あれ、ゾンビ？ゾンビだな。これ多分吸われちゃうと思う。ああ、吸われるな。ま、ぐるっと回るか。これ丸のマークに近づくとゾンビが湧きます。湧いた。気づかれてない。あ、生きてるか。終わりかな。終わった。
くれー。回収回収。あ、エンジン出た。ナイス。なもんかな。よし、終わりかな。帰りますか。今何回クエストやったっけ。3回目か4回目か3回目か。うーん、まだか。あと2、3回電車来るまでそんぐらいか。あ、アイテム回収していかないとな。ノコギリブレードでもいいか。まあ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 、雑誌。ちょっと遠いな。I think I've got. Oh, I would kiss you, but, you know. Nothing this time? またこっち側か。行く。もう一回行く。行こうか。まだ10時51分。2、3個回れそうやな、クエスト。もうティア1やけん、最初あさるのやめても、しょっぱなクエスト受けてもいいかもな。だんだんやっぱ近場のクエストを終わらしちゃったからちょっとずつ遠くなってきたな。移動時間がちょっとかかるようになってきたから、やっぱ自転車必要だな。最初はこの歩く感じが良かったのに、人間って慣れるもんやけんな、めんどくさくなる。あれ、これで結構でっかい建物。これティア6の建物だよな。ここじゃないよな、さすがに。まだ犬が出てきてないよな、ゾンビ犬が。あいつ出てくるときが怖いな。あいつに何回殺されたかわからん。いいか。ネイブズゲインジェネラル。怪しいな。読み方合ってんのか。
ああ、ここも懐かしいな。昔ここの屋上をね、あれにしたんだよな、拠点にしたんだよな。懐かしい。確か死体。右にゾンビがいる、確か。あれ、いなかったっけ？ここいた、お、いるよな。燃えるゾンビ。炎を止めねえといかんから、ビジネスマン、あれ、あそこなんか止める場所なかったっけ、勘違いか、ないか、もう忘れてるな。これもしかしてこっち？あ、ここやな。行きづら。行きづら。お。ああ、ああ。もういっぱい？あ、いらない？これいらんか、電池。わ、鳥だ。いてー。じゃあ作っとくか。あ、木が足りません。降りてこいってことか。ここから来たよな。あー、こっちか。あ？これこっから来たか。やべよ。記憶喪失になった。こっち。いや、こっちから来てんだよ。こっちから来てる。あら。お、やっぱここか。めっちゃいる。しかもくれ。気をつけろ。まだいるやろ。当たんね。一緒に壊すか。よし。うーれ。終わりか。ああ、向こうにいるやん。めんどくさいな。バスか。
いな。もう一回行こっか。まだいるな、これ。外か。鳥がいる。おお、やっぱ鳥が来た。鳥。で、気をつけねえとな。ここ降りたら、さっきみたいに囲まれるから、用意だけしていくか。みんなが危な。うん。終わりか。いすぎやろ。割れそう。あれ、あと一匹なかったっけ。ここにないか。よし、おり、帰ろう。やべ、くす。なんちゃらスカッシュを決めてるから動きがめちゃめちゃ速い。
オールアムアイゴンフューネラル。めちゃくちゃ足速い。これ作れないっけ、なんちゃら。これ大量生産していつも飲みたいな。こんな快適、まあ快適すぎるな。開け開け、一発でいけるかな。おお、一発。なんか入っとる？まあまあまあ。弾か。Amazing. I hope you like your reward. ホットワンか。いや、あと1分あるけん、俺が聞いてるうちにクリアしよっか。多分いい加減クエスト受ける前に一回漁るの飽きてきたけん、いきなりクエスト受けよっか。あれこんな早かったっけ。快適やな。これ補給品も拾わんといかんか。元気や、元気いいやつ来たな。お、なんやっけ、ラッキーゴーグルか。役立つ品ボーナスか。スタミナが切れちゃった。
薬が切れたらまた薬を手に入れた。はい。あ、パイプバトン来た。あ、でもこれはいらんか。裏にもなんかあったよね。そこにいたのか。あれ？よし、終わり。じゃあこんなもんにしとくか。また昼くって掃除とかね、家のことして、また別のゲームやります。結局、セブンデイズ、次何の縛りでやるか決めなかったな。決まらんかったわ。開くかな。あ、別にロックピックじゃなくても、無理やり開ければいいんだけどな。あ、足りるか、ロックピック。ああ、足りんかも。足りんかも。足りんかったな。昼から多分アスカかな。アスカ。あ、ウィポ。今日ちょっと弥生賞見たいんだよな。3時前後はウィポかな。それまで早くやるなら、アスカちょっとやってウィポしようかな。はい、あ、ヘルメット来たな。お、自転車。これでやっと次からティア2っすね。うん、まだここで受けなくていいや。じゃあ次回は、自転車、いや2か。一回家に持って帰ろうか。家に持って帰るまでが、あれだな、クエストだな。帰ろう。半袖半ズボン。なかなか渋い格好やな。はい。我が家のな、まだリフォームも終わってねえから、綺麗にしねえと。あ、もう作れるんや。
ポンチ取って。あ、ヘルメット。矢の材料どうしよっかな。武器のとこ一周入れとくか。よし、じゃあ、今日はこれで終わります。はい、まあ、未定ですが、またセブンデイズね、お楽しみセブンデイズやっていこうと思います。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。